さんこんばんは。ツンツル爆音の時間になりました。リン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 シホリンリン、あなたの心の太陽になりたい、キャスターの綾瀬翔です。まずはこちらのニュースから。秋葉原にあるアイドル育成型エンターテインメントカフェ、秋葉原バックステージパスで働くキャストによるアイドルユニットバクセス掴んだ1名が1年ぶりとなる待望のニューシングルをリリースすることが明らかになりました。出来たてほやほやのミュージックビデオが届いていますので、早速ご覧ください。彼氏ではないけれど頼りがいある人、これ以上寂しい。バクステス掴んだ1丁目、待望のニューシングル、タイトルは甘い誘惑デンジャラス。今回はメディア移籍第1弾目のシングル曲ということですが、このミュージックビデオ超セクシーというか、なんかエッチな感じがいいんですかね。いいんですいいんです、今までにないすっごいアダルトな感じ、たまんねえな。ちょっとオタクに興奮しすぎ。それに勝手に喋っちゃっていいの？なんで？だってせっかく新曲のミュージックビデオ流してるのに邪魔になっちゃうよ。うん、そうだった。ではではお邪魔しました。そう簡単に引き下がれるか。このままタイトル入れてやる。いくぜ、バクン。グラムは痩せたわ、昨日と今日じゃ大違い。バクンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。さて、今回のツンツベですが、バクステス掴んだ1丁目の待望のニューシングルの発売を記念し、甘い誘惑デンジャラス特集をお送りしたいと思います。ということで続いての VTR をどうぞ。こちらの映像はレコーディングですね。さすが大所帯のユニットだけあって、レコーディングブースもパンパンですね。こんな風にレコーディングするんですね。あれ、でもバックステスト噛んだ1丁目さんって確か80名以上いるような気がするんですけど、なんか足りなくないですか？それもそのはず、4組に分けてレコーディングしてるからな。僕たちは見慣れてるけど、よくよく考えたらこんな大人数のレコーディング風景ってあんまり見ないよね。まあそもそも80名以上いるアイドルユニット自体もうヘビーグループぐらいだからな。終わりました、イエイ。ということでね、はい、すごいね、すごい、ね、あれでしたよね。どうした？なんか曲調が大人っぽいですよね。すごいかっこよくて、ね、可愛い私たちにはハマるかなって思ったんですけど、案外ハマってたのでよかったよね。よかった。すごいテンション高めに頑張ってきました。すごい、ね、かっこいい曲で、かっこいい曲でした。ちーちゃんが乗り切れなそうなラッパーな感じで頑張ろう。聴いてるとどんどん好きになっていくので、みんないっぱい聴いてね。出来上がりがすごい楽しみです。夏はデンジャラス。これでトラスを下ろしてください。さあ続いての映像は、先ほど冒頭で見たミュージックビデオのメイキングですね。おはようございます。プロデューサー突撃ゆりんこカメラ、イエーイ。本日は8月12日発売の、なんだっけ、甘い誘惑デンジャラスのミュージックビデオの撮影をしております。見て見て、かわいいでしょう。はい、ただいまダンスシーンを撮っておりまして、みんなを直撃したいと思います。イエイエイ、アリサちゃん、ハリオアリサです。元気？どうですか今回のダンスは。今回の曲はね、アリちゃん的なイメージだとなんかクラブミュージックみたいなイメージで、すごいねダンスとかもすごいドンドンって重低音がずっと入ってて、だから踊りやすいと思います。ね、みんなもドンドンってこんな感じでした。バイバーイ。はい、お願いします。バイバーイ。
けの大人数が揃ったダンス、圧巻ですね。一度でいいから爆笑して噛んだ一丁目さんが全員メンバー揃ったライブが見てみたいです。すっごい迫力なんでしょうね。そうだな、去年行われた恵比寿リキッドルーム以来大人数が集まったライブってないからな。今年もあの光景見られるかな。どうだろうな、でも年に1回ぐらいは見てみたいよな。甘い誘惑デンジャラス、本当に発売が待ち遠しいですね。とここでバクステ外神田一丁目のあるメンバーからメッセージが届いています。はい、春季爆音グランドの皆さん、バクステ神田一丁目の行ってもどこでも 120% ランランこと浜口蘭子です。ということで私たちバクステ外神田一丁目のニューシングル甘い誘惑デンジャラスということでタイトルなんですけれども、甘い誘惑ということで、私もうとっても甘いものがもうすごくすごく大好きなんですね。でもそれをやめたことによってダイエットも成功したんですよ。なのでそこにある甘いガルムシロップ水、綾瀬さん飲んじゃダメですよ。はい、絶対に誘惑に負けないで。本当に飲むんですね。本当に用意されてるんですね。はい、飲みます。これ夏バテにいいかも。甘い誘惑に負けそうです。糖分だけじゃなく塩分も取れよ。 CM です。それかわいいね。てかそれティーナっしょ。パクリなんだ。みんなでティーナのコンテストとくな。いいぜー。ティーナって何？ティーナ席数100席以上、ステージ常設型エンターテインメントカフェ、秋葉原バックステージパス。平日3回ステージ、祝日休日は全7ステージ。皆様のお越しをお待ちしています。バクリュークイコンテストを競わせてみた。今回のアシスタントをご紹介しましょう。はい、秋葉原バックステージパス8期生のじゅんじゅんこと北上純です。よろしくお願いします。お願いします。そして当番組が誇る厳選なる審査員の皆様です。今回もよろしくお願いします。はい、それでは今回はマンボウ北川さん、お題をお願いします。これメガネ&コスプレでアピール。それじゃあ早速北上純ちゃんやってみて。はい、外してもいいんだよ。どうだろう、変な声出てきてるよ。それではバクニューガルズの皆さん、準備の方はいいですか？はーい。すいません、カレーがすごい余っちゃって、カレー食べますか？え、どこ見てるんですか？え、なんか、例えば私、ナンパなんです。いつでも入ってきてくださいね。どこにだよ。ごめんなさい、また。あー、めっちゃ汗かいてるやん。暑かったもんな。よかったらうちで麦茶飲んでいかへん？旦那さんまだまだ帰ってこうへんし。あ、そこの団地やねんけど、よかったらどう？あ、ではどうされましたか？お熱ですか？じゃあ心臓の音聞いていきますね。なんかすっごいドキドキしてる。私もドキドキしてきちゃった。ほら。もう帰んの？今日さ、ママ帰ってこやんから一緒にねえへん？アミナ、ここ空いてますよ。
これもできてないし、これもできてない。ちゃんと勉強せんと。お仕置きするけんね。先輩、なんか最近仕事忙しそうで大変ですね。大丈夫ですか？あ、そうだ。じゃあいつも頑張ってる先輩に今日は私がご褒美あげるんで、会社終わったら待ってますね。え、ご褒美ってこれだよ。待ってますね。最近タロットカードにハマってるんだ。昨日君との相性を占ってみたの。いいみたいなんだ。だから明日一緒にデートしない？なるほど。いいんじゃないですか。相手何もない。さあお坊ちゃま、お勉強の時間でございます。本日はテスト。そんな顔なさらないで。頑張れたらご褒美差し上げますから。それでは審査員の皆様、判定をどうぞ。深井さん、上村さん、唐沢さん、茜さん、さあ皆さん、あなたが選ぶ爆乳クイーンは決まりましたか？この8名のアイドルとネットを通して直接おしゃべりできるネット生放送も開催しております。それでは皆さん、いきますよ。せーの、マシュマロで会いましょう。詳しくはご覧のアドレスからマシュマロをチェック。また次回お会いしましょう。さようなら。バイバイ。爆音バクステスカンダ1丁目さんは今回のシングルメジャー通算5枚目となるのですが、ここで過去のメジャーシングルを先日行われた第2回ユニット公演の模様によって振り返りたいと思います。だとすると誰かに運んでもらわなきゃいけないっていうことができたんで、ちょっとここはね、ゲストさん終わりで新曲衣装に着替えて出てくるんですけど、そこで一旦ステージ上で起こる問題とか、なんかリハでできないような不動のアイドルがすごいね、テンパっています。衣装1が終わって決断するときに終わり。まずはバクステソトファンダ1丁目の記念すべきメジャーデビューシングル、ファイトファイター、レクリエーションがお届けします。記念すべきメジャーデビューシングル「ファイトファイター」ですけど、もう本当私たちにとってはついにここまで来たんだ、メジャーデビューできるんだっていう思いで本当に感動して、3人はでもこの発売した時2年と2ヶ月ぐらい前になるんだけど、まだバクステには入ってなかったんだよね。はい、中学3年生です。3年生の頃、若い、何してたのその頃。受験勉強してた。どう、なんか思い出とかある？6期生が沖縄の時に先輩方が初めて歌ってくれた曲なんですけど、はい、初めて聴いてもうすっごい鳥肌が立ってしまって、嬉しい、はい、自分のバックステに入るんだなって思って、やっと実感できました。実際に踊ったりとかしてても楽しい？ファイトファイター、すっごい楽しいです。本当にバックステになったなって実感します。なんかでもみんなもね、きっとそうやってこれからどん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 いろんな歴史が詰まっていくと思うんだけど、これからもみんなでバイトファイターを大切に歌って踊っていきたいね。はい、はい、バイトファイター。ちょっと今からフード&カルチャーさんに挨拶しに行きたいと思います。あ、アリーサ、アリーサです。今からちょっと挨拶させていただこうと思って。やっぱオープニングアクトとして出るからね。としてちょっと、じゃあ分かった。じゃあフーカルのこと紹介したいと思います。アリーサに。アリーサさんが来てくれました。皆さん、アリーサさんが来てくれました。失礼します。おはようございます。可愛い。わあ、すごい白い。アリーサよろしくね。よろしくお願いします。楽しい。さあ続いてはフード&カルチャーによるメジャーセカンドシングル、美少女黙示録。美少女黙示録結構かっこいい、なんていうのかな、なんかちょっと妖艶な感じがするじゃないですか。なんかそれをね、それをね踊っ
ったり歌ったりして表現するの難しいと思うんだけど、うん、曲を聞いて初めて聞いたのが美少女の記者録で、でなんか、うん、MV とかもすごい見て、なんかすごいシリアスな MV だなって。そう、なんかちょっとね、作品感がすごく強いよね、かっこいいから、かっこよかったよね。どう、なんかレッスンの時とか大変だった？レッスンは私の中で美少女黙示録のダンスがすごい上位ぐらいに難しい感じで、大人の魅力みたいなのとかをちょっとこう出しつつみたいな。それね、表現するのすごい大変だよね。すごい難しかった。ちょうど映像でもきっと踊ってるけど、ことぶきちゃん先輩の中に一人バーって突っ込まれて、ね、初めてヒールで踊って、一回足踏み外しちゃって、ブルーニカ立ち直してジャンプを踊りました。お最後はちょっと4人でセクシーに開かれますか。開かれました。行きましょう、せーの、開かれた。前回から3ヶ月でみりっちゃん、みんな体力も作って、可愛くなって戻ってきました。はい、イエイ。リーダー痩せたんですよ。めっちゃ。そう、めっちゃ痩せた。前回から4キロ痩せました。やばい。すごい。すごい。素敵。頑張った。じゃあ今何キロあるの？48キロです。やった。続いてはメジャーサードシングル Oh My Destiny。披露してもらうのはニュースペーパーです。あんちゃん、オーマイディスに行って、もう結構ステージではやってますか？そうですね、何回かやったけど、私が初めてそのステージでセンターやることになった曲が、オーマイディスに。へぇー、思い出深いね。どう、その時はバッチリできた？多分。オーマイディスに、ダンス結構ね、こう、一人一人が違う振りがあったりとかするから、なかなか難しいよね。宮野ちゃんとかこの間一緒にステージやった時、あの前奏のこの手が、こう右手がピラピラピラって開くところ、全力で間違えてたけど、どうやって間違えたんだっけ？こう、でも違くないですかこれ？笑いで押したのに指が、だって右手だけなのに、両手のこいつ、なんかおかしいなって。純粋なこう少女のように演じてます。え、聖子ちゃんどう？違います。ちょっと違いますね。でも歌とかどう？曲はすごくでもそもそもいい曲だね。いい曲、なんかバックスハール前にこの曲を聴いてて、もうすごい歌みたいな。そう思ってて、なんか通学途中にずっと聴いてました。あー、いいね。通学途中とか通勤途中とか朝と夕方に聴きたくなる曲だよね。みんなにもたくさんこれからもね、愛していただけたらと思います。やっぱちょっと違う。最後はヘルスケアによるメジャーフォースシングル「青春クロニクル」。青春クロニクルということで、なんか青春クロニクルって、こうちょっとアニソンっぽい感じの疾走感が特徴的なかっこいい曲なんだけど、やったちゃんとかどう？アニソン好きでしょ？はい、アニメ大好きなので、なんか本当にアニソン歌ってるみたいで、ダンスもかっこいいし、フォーメーションもいっぱいあるし、本当にかっこいい曲だなって思いました。かっこいい曲だよね。青春クロニクルは衣装がすごくかっこいいじゃないですか。一回着てみたいなっては思うんですけど、なかなかその自分まだライブとか出れる機会が少ないので、これからですね。そうだね、ぜひぜひ一緒に青春クロニクルの衣装を着て、この曲を踊りたいですね。お願いします。メダマちゃんとかはとダンスのレッスンとかもやった？はい、やったんですけど、最初青春クロニクルのバックステ入る前からしてたんですけど、あ、そうなんだ、嬉しい。なんかさ、高校生だよね今、高校
生が普通に生活をしてて、バックステのね、青春クロニックとかを聞いてくれるっていうのがすごいびっくりで嬉しいんだけど、どういうところで聞いたの？友達が、バックステさん好きで、星できたの嬉しかった。もうね、指で星座を描くんだよね、みんなで。そう、青春クロニックでも結構さ、フォーメーションとかもあるけど、みんなで踊れたりとかする。なんかこう、こうやってね、こういうね、特徴的なポーズとかもあって、いいよね。青春クロニック。ちなみに今年の秋には2015春夏に行われたユニット公演の DVD が出るらしいよ。なに？秋まで待たないといけないのか。秋葉原バックステージパスが早くも9期オーディション募集開始。7月からの3ヶ月連続で実施いたします。バックステのホームページを今すぐチェック。新たな才能をお待ちしています。7月18日開催。さてここまでバックステージ神田一丁目さんのメジャーシングル4曲を聴いてもらいましたが、ここでまたまたメンバーさんからメッセージが届いております。はい、バックステージ神田一丁目松田由美です。甘い誘惑デインジャラス、新しいシングルが発売になります。デインジャラスといえば最近風が強く吹いてきてパンチラしちゃったんですよね。女性の皆さん気をつけてくださいね。ここでグラビアアイドルの愛沙志保さん、デインジャラスの特別な濃厚なポーズお願いしてもいいですか？分かってんだろうな、綾瀬。デインジャラスな濃殺ポーズだぞ、デインジャラスな。おたくみ、キモい。デインジャラス。はぁ、それだけ？当たり前でしょ。爆音バクステ外館内一丁目最新情報、イエーイ。松本風花です。熊本美和です。朝倉ゆりです。バクステ外館内一丁目スペシャル DVD ボックス4が8月1日に発売することになりました。イエーイ。今回なんと5枚組なんだって。5枚組。そうなんです。ツンツル爆音の楽しい映像やマルシーランキングで第1位になったキャストがその月を振り返るディスコなど、私と松本風花ちゃんも参加しております。そしてそしてなんといってもバクステ外館内一丁目キャストの自己紹介映像も入っております。この DVD ボックスが1枚あったらバクステ外館内一丁目の1年間が丸ごと分かっちゃいます。はい、皆さんおすすめですよ。ご予約の情報はバクステのホームページで随時更新されますので、皆さんぜひよろしくお願いします。通算7枚目のニューシングルが8月12日に発売となります。イエーイ。やったー。タイトルはせーの、甘い誘惑デイジャラス。この曲は男の子役と女の子役2人一組でダンスを踊っていて、サビのところでは男の子役がガオーって踊ってるところがあったり、女の子役はキャーってやってるところがあります。ぜひぜひこれを皆さん覚えていただいて、ライブとかでやってくれたら嬉しいです。そしてそしてシングル発売に向けて予約イベントを行わせていただきます。イエーイ。はい、詳しい情報はですねバクステのホームページに随時更新されますので、皆さんチェックしていてください。みんな会いに来てね。バクオン。ここでまたバクステ外館内一丁目のメンバーからメッセージが届いております。おはようございます。バクステ外館内一丁目、諸星あずなです。私たちバクステ外館内一丁目は8月12日夏真っ最中に甘い誘惑デンジャラスニューシングルをリリースします。ですので私たちは今年も海やプールに行けないと思います。でもイベントが盛りだくさんに決まっているので、私たちはライブで盛り上がりたいと思います。来てくださる皆さん、熱中症には気をつけて一緒に楽しんでくださいね。そこで綾瀬さん、目の前にプールありますよね。私たちの代わりに夏満喫しちゃってください。では飛び込んでください。どうぞ。これは一体何を見せられてるんだ俺たち。サマーバケーション。毎日
かわいいね。てかそれティーナっしょ。ティーナこれティーナのパクリなんだ。みんなでティーナのコンテストとくな。ティーナって何？ティーナ。さあ、甘い誘惑デンジャラス特集もいよいよ終盤ということは、8月12日にリリースされる爆捨て外神田一丁目、通算7枚目のニューシングル甘い誘惑デンジャラス、ライブとミュージックビデオを大放出しちゃうぞ。楽しんでくれ。甘い誘惑デンジャラス発売まであと1ヶ月、現在進行形で予約イベントなども盛りだくさんなので、発売まで待ってないという方はイベント会場まで足を運んでみてはいかがですか。毎日は美味しい方が嬉しいだ。バコンはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。